新シリーズスタート、ミュージックライフ&ミステリアスジャム、ギタリストさんいらっしゃい。さあ、はい、始まりました、はい、新コーナー。このコーナーはですね、ゲストのよりパーソナルな部分に注目、グッとお人柄と音楽性に迫ります。非常に今日もやります。そして記念すべき第1回目のゲストは、ニンギンスの和島真嗣さんです。お願いします。和島でございます。よろしくお願いします。ニンギンスというバンドをやっております。はい、お願いします。弾いた方がいいでしょうか。はい、弾いてください。はい、わかりました。この角度から見ると意外とえぐいですよ。あ、そう、顔がすごいことになる。すごいことになりますね。今の若者たちが忘れ去ったとりあえずギターの心の真髄がここにあるね。ですね。和島さん、はい、歯もお元気で。そうですね、私もう50だいぶ過ぎておりますけれども、ほうほうほう、虫歯ございません。あ、素晴らしい。さあ、そして最新曲のこちらもご覧ください。ヘビーですね。はい、バンド名は言わずと知れた江戸川乱歩の作品から命名。日本語のヘビーロックが心情ですが、なんとマジンガー Z や人造人間機械ダーなどのヒーローソングも大好きな、ちょっとお変態な方でいらっしゃいます。いや、でもそれはいい意味ですよ。はい、心配しないでくださいね。はい、変わったものが、はい、ロックだけではないということで、とても褒め言葉ですよ。はい、ありがとうございます。それにしてもね、この毎回毎回この着物の着こなしがもう、はい、さらにこう磨きがかかってくるね。ありがとうございます。若い時よりもさらに。ちなみに、ヒーローもののヒーローソングの魅力というのは何でしょうか。はい、こうロックをやっていく上で、こう日本語のロックにこだわってやってますんで、はい、こう何かこう別な要素も取り入れたいというところで、あ、そういえばヒーローソングのあの感じっていうのはあまり洋楽にはない感じかなと思って、改めて聞いたらすごいかっこいいと。特にはい、お好きなこう作家さんとかいらっしゃる。私の近世に触れる人っていうのは、マジンガー Z とかさ、人造人間機械だとか、その辺を書いてらっしゃる渡辺忠明さんという方がいまして。渡辺忠明先生、はいはいはい。で、大体みんなサンタナカみたいなコード進行するんですけど、渡辺忠明って誰でしたっけ。誰知らないですよ。まあ、知らないですよね。そういう、まあ、おいおいちょっとゆっくりこうウィキとかでちょっと調べてみて、ね、ウィキでそうだよね。はい、おいおいね。そうウィキでちょっとおいおいね。あ、後でってことね。ゆっくりね。今、自分の前にはですね、はい、和島さんのミュージックライフに関する質問が書かれたカードが、はい、置かれております。そのカードをランダムにめくらせていただきますので、分かりました。ぜひお答えいただきたいと思います。よろしいでしょうか。答えられる範囲で、はいはい、いっていきます。では1枚目こちら。はい、こちらじゃん。最新曲都市旬の音作りのテーマって何。はい、これはですね、結構自分は割と先にコンセプト決めてから作ったりするのも多いんですよ。テーマを決めて作曲していくっていうか、はい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 、で、ある時こう、まあ、こういうリフ浮かんで、ここに都市旬ってつけるといいなとこう思ったところから、で、イントロをまず現実じゃないところで出発させようと思いまして、それでイントロこんな感じなんですけど、こうメジャーセブンでこうやって、まず天国から音楽をスタートさせようみたいな感じで曲を作っていきました。はい、マーティはその曲作り、いや、今の話聞くとこんだけズバッと自分の曲作りについての分かりやすい説明あまり聞かないんでしょうね。あ、確かに。いや、本当になんか僕は自分の曲作りのやり方説明しようと思ったらめちゃめちゃなんか曖昧って感じですね。和島さんの頭の中にそのメロディー
弾いたらそのストーリーをストーリーが浮かぶんじゃないですか、うん、ストーリーそれが一次元上ですよね僕の作り方よりいやそんなことはないですさあじゃ あのせっかくなのでそのトシシュンのリフでちょっとマーティーと和島さんがジャムったらどうなるかおおジャムりたいおおいいでしょうかはい何のリフですかうんと真ん中あたりがいいのかなやりやすい真ん中はトシシュンがあの葛藤してる状態を表してるリフなんですけどトシシュンの叫びが聞こえましたねあお母さん聞こえました、うん、お母さん言うときました、はい、人間の心が戻りました、うんはい、どうですかマーティーいや修行って感じでしょうね修行修行いやあのそのリフなんかスイングが面白いですよあ、はい、あのなんか昔のビッグバンドみたいな動きですねトシシュンだけどちょっとジャズっぽいフィーリングがあるねダン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 マーティーが入ってきた方が日本的な雰囲気がありましたねあるねなぜはいはいありえるさすがあの何かこう拳というかさあでは続いては2枚目いきたいと思いますよろしいでしょうかはいはい、はい、こちらはい、歌詞は古風な日本語使いが、多いですがなぜ日本語のロックって結構フレーズに英語を入れたりするの、うんうん、ありますねあれはキャロルっていうバンドから多分始まったスタイルででその時に気持ち悪いロックをやる上で古い言葉遣いがいいのかなっていうのとうあと日本の語の喋り言葉こうやって喋ってる言葉ってすごいビート聞いてないんですよ、はい、自分はあの五七調うん、俳句とか短歌とかっていう文化が日本にはあるんですけど、うん、ああいう言葉遣いの方がカチッカチッとこう、うん、ビートに乗りやすいなと思って五七五的な七五調であえて歌詞書こうと思って、じゃあ和島さんがお好きな古風な日本語いくつか教えていただけますかはい、はい、古風といいますか、うん、なかなか難しいかっこいい言葉をこれなんかどうでしょうか、うん、あのすごいね考えてきたんで絞りに絞って、うん、待って読めるこれが一つに決まってるじゃん、うん、あじゃあお願いします、はい、はい、何か靴ソーリーあごめんソーリーですソーリーなるほどねローリーはそれぞれ違う言葉なんですけどねこれはこれ相当な変骨くんやね近い、うん、いやいやいやこの藤山の日本語力の乏しさは嘆かわしいですね、はい、あでも確かにねまず使わない言葉をちょっとあえて出してみましたあ使わないあんまり使わない言葉なんででは正解お願いしますはい、はい、じゃあルビを振ってみますはいあなるほどどう読むかと言いますとこちらはキックツっていう言葉なんですけどキックツ意味はあの曲がりくねってるとか、うん、ギクシャクしてるこうまっすぐじゃないっていうワインディングロードですね、うん、ワインディングロードもっと角度きついですかねあそうですかでも相当角度きついもう一つぐらいちょっと例文何かありますかああその例えば難解な文章にも言いますね、うん、キック痛な文章ってキック痛な文章、はい、じゃあ読みづらいっていうことですね読みづらい分かりにくい、うん、分かりにくいでも僕はなんか音楽の現場であのアレンジャーにこのアレンジはちょっとキック痛ですよと聞いたらなんか笑われるかもなあでもいいんじゃないですかつまりそれ分かりづらいっていうことだから分かりづらい時にこれそれ通じますかあにエンジニアさんに言うでもあキック痛っていう言葉が通じた瞬間にその人とは心が通じ合えるんじゃないそうそうそうあ分かってるじゃんうんこちらは
まあ割と日常でも、日常っていうか特殊な言葉ですけど、相国。これはあの相対するものが争っている状態。だから肉親間の相国とかさ、あの家族が仲悪いのはこういう使ったり、その相対するものがお互いに拮抗し合って、こっちには勝つけどこっちには負けるみたいな状態を指す言葉。あの極端な話、じゃんけんみたいなことも。あ、じゃんけんも相国の関係かもしれないです、ですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。いやでもね、もう一つ目はもうすでにこう忘れてしまっているような感じですけど、まだ覚えてる一つ目。あの Never give up と言いたいけど、うん、正直お手上げです。お手上げ。はい、では、3枚目のカードをめくらせていただきたいと思います。はい。お、じゃん。三味線奏法の特徴を教えてください。お、ね、はい、もう和島さんのプレーはやっぱそうですね。青森の方ですからね。そうですね。例えばシン・リジーとかゲイリー・ムーアはさ、アイルランド系をやったりするじゃないですか。あれかっこいいなと思ったんですよ。自分のルーツをこう堂々とやる、ルーツを堂々とやる。で僕は青森っていう津軽出身なので、うん、ああ津軽三味線を入れるとちょっとこれはいいかなと思って。津軽三味線ってペンタトニックなんです。こう実際これだけの音で、いわゆる普通の、なんだろう、なぜか離れてるのにちょっと黒人音楽に近いっていうか、そういうところがあって、でその三味線はフレットレス、フレットレスの楽器なので、このフレットレス感をどう出そうかなと思って、例えばってやるのをこうやると三味線っぽく聞こえるなとか、あとただこうやるのにスライドをこうやるとぽく聞こえるかなと思って、これを多用するように。この時点ですごい興味深い質問あるんですよ。はい、多分一番答えてくれるのは和島さんだと思いますけど、はい、よく外人に聞かれるのは、はい、なんで日本人そんなにギターが好きですか、他の国より日本の音楽、ポップでもヘビーメタルでもダンスミュージックでも必ずギター入ってる、はい、演歌でも歪んでるギターハモリ入ってるじゃん、アイアンメイデンっぽいとか、うんうん、なんで日本人だけどんなジャンルでもギター入ってるんですかって聞かれて、僕は自分の持論なんですけど、昔からの三味線がロックギターに似てる。三味線って歪んでる音、歪んでる音だから、みのおばあちゃん、ひいおばあちゃんたちも歪んでる音も OK だから、はい、それ遺伝を通して今の人たちでもギター受け入れられる。本当にそうだと思いますわ。身近なんですよ、多分三味線弦楽器が。ちょっとローリーの、ね、そのあたりの意見も聞いてみたいと思いますが、はい、いや、僕が大昔もう琵琶法師だった頃にね、あ、琵琶法師だった頃にね、やっぱスサノオ、こういう感じのこう時代をこう生き抜いてきたもんね。だから DNA に入ってるんだね。入ってると思うの。DNA に入ってる。物悲しい白戸三平感が。でもマーディもやっぱ演歌の拳をギターで表現してたりするじゃん。そうですね。なんか昔演歌聞いて日本語全くしゃべらなかった頃なんですけど、はい、なぜか意味全く分からなかったのに、その意味とか切なさが伝ってきたんですよ。だからメロディー
からあのそれをギターでできたら言葉なしで自分の気持ちを伝えると昔思ったんですけど、さあさあじゃあ皆さんね、はい、この辺でね三味線拳でジャムってもらいましょうかね、はい、行きましょうか、ね、なかなか難しいと、はい、ではやりましょう。サスケ、 サスケ、 サスケ、なんでしょうね、同じ楽器でありながら同じ例えば音階を触れたとしても、はい、全くこう聞こえてくるそのあれが違いますね。あ、僕弾きながら思ったんですけど、やはりこう津軽三味線っていうのは割とこうおせおせな感じなんですよ。おせおせな、つまり何て言いますか、静と動と言いますか、はい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 、まあ陰と陽と言いますか、なんかそういうすごい対比を感じまして楽しいと思いました。いやこれはいいですよ、またね、せっかくだから、なんか僕いつも気づくなんだけど、津軽三味線って人数が多い時もあるんじゃないですか。あ、はいはいはい。で、あの人たちはなんか決めフレーズを繰り返すやるじゃん、うん、超ロックのフリーバードって感じしません？あ、フリーバードですね、フリーバードですね。だから今これやったみたいなみたいなやつやったじゃん、はい、だから津軽三味線っぽいフレーズを同時に弾きますか、はい、そうしますか。それは青森の人たちのためのジャムですよね。そうですね、うん、青森日本人の、いやマジックが起きましたね、はい、なんかすごいこうスタンダードナンバーみたいなロック、ロック感がありましたよ、かっこよかったです、さあ、はい、では引き続きカードの方も、はい、引かせていただきたいと思います。続いてはそうですね、じゃあこちら行きましょうか、はい、おはい、オズフェスにも出演し海外でもワンマンをやっていますが、海外のファンのリアクションはいかがでしょう。海外行ったわけです、ヨーロッパツアーちょっとやったんですけど、海外のファンの反応はすごいよって、すごいすごいって言われてたんですけど、はい、あんなにものすごいとは思いませんでした。特にドイツでやった時ね、なんかもう俺は襲われるんじゃないかなっていうかのすごいんだよ、こう日本人はこう体でも表現するんだけど、でも体の表現の仕方が本当に全身でこう海外の方って、うん、まあ年齢問わずするし、うん、あと声もすごい出す、うん、今まで僕たちの歌ってあまりお客さんと一緒に合唱することはなかったんですけど、うん、言葉難しいじゃん。そう、言葉難しいの言葉難しいのに、イギリスとドイツでやったけど、ドイツ人も日本語でサビを覚えて一緒に歌うんです。へで日本でもなかった現象が起こって、外国人も僕みたいにちょっと日本語理解できるとさらに深く楽しんでくれるのね。すごいね、なんか調べてくれてたみたいで、それ嬉しいですね。で僕らやっぱりいかにも和装っていう日本人の格好してるから、そこでもなんかこう親しみ、その面白いと思ってくれた感じがあって、いや誇らしい、乗り方がすごいっすわ。とにかく、さてそれではここでちょっと趣向を、変えましてですね、実は動画のコメント欄にマーティの曲が聴きたいという書き込みが結構、ありました。嬉しいな、はい、
そんなねマーティー、リクエストに答えてもらえるでしょうか。もちろん、何の曲がいいかな。それじゃあね、せっかくなので、はい、和島さん何かありますか。はい、あのマーティーの曲 YouTube 等で拝見させてもらいまして、メローっていうかさ、まあやっぱ 僕は全然ああいう風に弾けないんで、ぜひ聴いてみたいんですよ、はい、ホワイトウォームっていう曲。ホワイトウォーム、はい、拳聴いてると思うんですよね、うん、ありがとうございますはい、やってみますね。は、はい、私の方から曲紹介をさせていただきたいと思います、はい、あの DJ とかやってるんですよ、ラジオ的なやつね、はい、いきますよ。Okay, so let's take a listen to Marty Friedman doing White Worm. Take it away! ですか、和島さん。いや、あのこんなにギター上手い人の隣に入れて光栄ですっていうから。そうですよね。いや、あの、なんて拳っていうかビブラートがすごいっすね。そう、官能的なギターサウンドですよね、マーティさんはね。官能的、官能的ですね。あのスピードが速いとか機械的なもんではなくて、感情がこう、運念が。すごい、だから歌みたいなんですよね、うん、音一音一音別の解釈してますから、うん、だからあの例えば普通だったら、普通だとこうなる。僕はより気屈になるんですよ。あ、いやいやいや使ってるさあ、ではここでラストコーナーです。はい、出ましたね、藤山恒例のアドリブセッションコード4、行ってみたいと思います。何が出るでしょうか。まずは、はい、 E。 あ、 E、 すごい安心するコードが出ました。安心です。さあ、続いてはこちら行きましょうかね。お、 A。 優しい、初めてその普通の展開だね。ここまではいい展開ですね。なんかやりやすいんじゃないです か、はい、なんか。じゃあちょっとここで、はい、あのせっかくなんでゲストの和島さんに一つコードを選んでいただきましょうか。あ、そうですか。うん、まあ E ときて、A ときて、まあ A マイナーとかいくとおしゃれですけど、いいね、おしゃれですけど、何も考えずにそれを弾けた方がたなんか楽いいかな、楽しいかなと思って、E、また E 行きまして。ああ、じゃあ普通の E ブルースって感じですよね。 E ブルースは、はい、やりやすいのかなと思って。いや、でも和島さんのそんなブルースのイメージ全くしないのに、はい、いや、それ興味深いですね。僕あのいわゆるリッチー・ブラックマン派に行くのか、ジミー・ペイジ派に行くのかみたいのあるじゃないですか、古いロック好きな人。そうかな。あ、ごめん、日本ではそうだったのアメリカは違うね、やっぱり違うね。彼らより全然ヘビーなイメージなんですけどね。はい、僕の和島さんのイメージだと。あ、そうですね、ギター弾き始めは僕ジミー・ペイジだったんですよ。それでその後ブラック・サバスがまあ好きになり、ヘビー路線に行くんですけれども、もともとはやっぱりあのジミー・ペイジのあのブルージーなところがまず好きになった。
じゃあブルーズやりましょう。あの、いいでしょうかね。いいブルーズじゃないですか。ブルース。おもないですからね。あ、いや、すごい。なんといってもあのコード4の4つ目のコードが出る前に、出来上がってしまいましたからね。コード3になってしまいましたけども、まあ、いや、お後がよろしいようで、はい、もうすごい最高に楽しかったですよ。うん、俺ありがとうございます。これですよやっぱり。相手が一人目が引いて、こういうの引いた、じゃあ自分はこれ行こう。そう、でちょっと違うじゃないですか。住み分けるじゃないですか。どんどんやっていくのが楽しい。ああね。さあ、ということで今回から始まりました新企画、ミュージックライフ&ミステリアスジャム、いかがだったでしょうか。マーティー、どうでした。いや、あの、今の気持ちはもう本当に深いですよ。だから僕は育ってきたのブルーズ で、うんうんうん、でずっとアメリカ人に囲まれてブルーズやりまくったんですけど、うん、日本ずっと日本にいるのにブルーズめったにやらないじゃん、うんうん、で今日本人に囲まれてこの2人で素敵なブルーズ僕の前に弾いてくれて、本当になんか深いの複雑な気持ちですね。複雑な気持ちだよね。ちょっとキックツですよ。キックツな気持ち。和島さん、いかがでしたか。いや、あの、普段は、まあ、当然バンドでね、こうやってるわけだけど、うん、ギタリストがこんなに集まってこうやるっていう機会がめったにないので、あの、まあ、まず楽しかったし、本当にそして個性っていうかさ、その人その人がちゃんとこうギターに出るんだなと思って、ーマーティーも大好きだし、ローリーも大好きにますますなりました。とても楽しかったです。ローリー、いかがでしたか。あなたは最高。最高。はい。ということで皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さらにツイッターの方ではロック藤山の裏側も覗けますので、ぜひフォローしてください。 So please follow us on Twitter, subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!